ジョニーがデートに誘いたがってるが、どうだ。ジョニーが、それともあんたが。ジョニーだよ。俺たちを見分けるのは簡単だって言ってただろう。分かった。どこ行くの。どこに行きたい。ノースオークのシルバーピクセルクラウド。分かった。後でアフターライフに迎えに行く。やり直し。3回くらいあれば気の利いたセリフが出てくるだろう。ローグ、準備はいいか。またあんた。行けるか。ジョニーはどこ。やっぱりすっぽかすのかい。すごく綺麗だな。それはどっちが言ったんだい。ジョニーはいつ来るのさ。後で来る。あいつを尻に敷いてるんだね。歳の割にやるじゃない。ジョニーのポルシェ。どこでこれを。グレイソンが話してた。あのコンテナに入ってたんだ。へえ、この車にはいろんな思い出が詰まってる。行こう。シルバーピクセルはあんたのお気に入りか。前はね。もうずっと言ってない。ドライブイン式は随分時代遅れだけど、シルバーピクセルだけはまだ残ってる。デートには最高の場所だな。だろ。だからジョニーに連れてってって頼む。大昔だね。あいつの案じゃなかったのか。まさか。あいつのデートプランなんて荒坂のビル爆破ぐらいのもんだね。
それでだ。B、本当のことを教えな。本当って？ジョニーがやることにはいつだって裏がある。今回は何が目的なんだ？ジョニーは変わったんだ。あんたと一緒にいたいだけさ。騙すつもりも下心もない。ふん。ちょっと考えててね。無恥無欲のジョニーなんて、あんたがいい影響を与えてんの。着いた。くそ、信じられねえ。しばらく経つからね。完全に潰れちまったか。B、中に入る。閉まってても関係ない。俺たちに任せとけ。いいよ、やってみな。私は見てる。閉まってても関係ない。俺たちに任せとけ。いいよ、やってみな。私は見てる。よし、これがパスワードだな。本当に映画が見れるんだね。行けそうだ。よくやった。映写機を回してみな。私は席を選んでおく。わかった。よし、映写機を調べに行こう。こっちはこっちだ。
映写機らしいのを見つけた。動かし方はお前の方で何とかなるか。これは武士道展フェードアウト。今じゃ懐かしの映画だろう。最後に再生されたのは武士道展だ。完璧だな。どう見ても C 級映画だろう。あのナビ、ここはドライブインだぞ。内容なんて誰も気にしない。ちょっと女の裸が見れて血が吹き出りゃいいんだ。背景音みたいなもんさ。武士道の宣伝文句だな。じゃあ B、 少し二人きりにしてくれ。二人とも楽しめよう。最高の席を用意した。上がりな。誤解してたみたい。私が見誤るなんてね。想像通りのデートになったか。二人で映画に出かけるなんて世界がひっくり返らなきゃ無理だと思ってた。でもまさかこんな風にひっくり返るとはね。今だけ2015年のふりしてみた。出会ってすぐ、まだあんたがどんなろくでなしか知らないから。ちなみに映画に誘ったのはやるためだ。笑うなよ、ワンちゃんあっただろう。よし、じゃあもし2015年から人生をやり直せるとしたら、今までやったことの何を変えたい？失わないために全力を尽くす。ジョニー、私。おい、どうした？別に。ただあんたがいない間、私はずっと考えてたから。もしあの時ってね。グレイソンやスマッシャーに関係してることか。え？スマッシャーがどうして出てくるのさ。まだあいつのことが引っかかってるようだった。当たり前だろ。悔しくて仕方ないよ。でも今は考えたくない。でも俺はお前のところに戻ってきた。もしの話よりその方がずっと大事だ。今夜一晩しかないなんてね。それだけあれば十分だ。ローグ、時間は限られてるし、体も借り物だが、俺はここにいる。
ジャニュー、ダメ、ダメなんだ。B に悪いってことか。あんたに悪い。何も変わってないふりをしてた。あんたの知ってる昔のローグのまんまだってね。少しの間は自分も騙せてた。私はもう帰るよ。ローグ。くそ。素敵な夜を楽しんでたはずが、急に怒って訳も教えてくれなかった。思い当たる節は？グレイソンと話してた時、あいつの様子が変だったろ。変というより、グレイソンの言葉に動揺してたというか、それが原因かもな。探る必要がある。とりあえず脳総区へ頼む。それでローグのことが分かるのかよ。いや、ケリーだ。着いたら話す。にしても映画はひでえもんだったな。冗談です。 N54 ニュースのワールドレポートをお届けします。 WCS 西部企業州連合がビザプログラムを刷新しました。今後連合地域に転入する場合、先に WCS 加入企業からの紹介を受ける必要が出てきます。またビザ保有者は WCS 地域で20年間の就労実績を積むことで永住権、結婚の保証、子ども1人の扶養許可を取得できます。ジュディ、作戦が立ったのか？ええ、バッチリ。今夜うちに来て、ドムとロクシーも一緒に準備する。手を貸してくれるって。あとはマイコも。どうやったんだよ。大きな一手を用意したのよ。来てから全部話す。あとはピザは何がいい？豆腐ツナとパイナップル風味かな。同じ文章に並ぶはずのない言葉が聞こえたんだけど、冗談でしょ？俺はことピザに関しては大真面目でね。じゃあまた夜にね。ああ、分かった。
怒らせたいのか？そうしているようです。もちろんです。わかりました。常に